海と日本プロジェクト in 秋田県。みんなおはよう。今日は海の伝統として土崎神明社祭の引き山行事、通常土崎引き山祭りを紹介する。ユネスコ無形文化遺産に登録されているのを知ってるよな。土崎明光寺町人の神に対する願いであり願望であり、そしてね、感謝の気持ちなんですね。そして、例祭の当日は神様と共に楽しむ、そういう意味合いが持っているんですよね。地元の秋田市民には土崎の祭りとして親しまれています。1602年にここに来てね、入場して、そして、1604年に秋田に行ったんですけれども、久保田にね、その時に武士は全員、それから町人半分以上、それから神社仏閣も半分以上、それから商店も全部、店もね、半分以上全部持って行っちゃった。だから土崎の町の中がガランポ同然になって、非常にもう寂しい状態になったんですよね。ですからみんなそれぞれね、バラバラなんですね。でその時も安藤家の時代、室町あたりから、関西方面からね、いろいろなこうものを港時代にこう入ってきて、おったもんですからね、そういう方々もおるし、土着の人でない方もおるんですから、まとまりがないわけですよね。ですから何とかして町をそのまとまりをつけない、まとまりつけるためにはやっぱり一つのシンボルが必要なんですね。それが、つまり神明社として、総鎮守港の、土崎神明社が作られたわけですね。土崎は北前船の貿易商業の港地区として栄えました。佐竹さんが行く時に専売特許で問屋さんを許可制にして、専門制にしたわけです。だから他のものをやっちゃいかん。だからその問屋さんは随分儲かったわけです。ですからそういう儲かったお金をね、祭りに投入して、ほら生意さんがいっぱいいるわけでしょ、船乗りさん、そういう方々に引き継ぎとなってもらったり、お金を出して町に募って、配ってもらったり、あるいはその山を作る経費を全部出してやらせていただきます。船乗り、商人が例祭として土崎港引き山祭りを現在まで受け継ぎ、人々に生きる力を与えてくれています。ネイガーのルーツの生ハゲもみんな応援してくれな。ヘバナ海と日本。